準決勝2組がスタートしていきました。注目はやはり何といっても4レーンの藤井拓郎です。この種目7連覇中、ロンドンのメドレーリレーで2名のリソです。5レーンの川本浩平はこの種目の日本記録保持者、5レーンの酒井は 200m で領域を決めています。8レーンの高安亮は 50m の日本記録保持者、1レーンの池田は2年前に世界大会を経験しています。まず藤井が先頭、24秒19で入りました。24秒前、5レーンの川本が2番目、そして1レーンの池端貴重美が3番手につけています。藤井がリードを奪っていますが、ここで2位争いは3人4人と並んできています。藤井が先頭、体半分のリードを奪っていますが、 100m バタフライ準決勝2組1着で逃げ切ったのは藤井拓郎、52秒22というタイムでこの組1着です。6レーンの酒井雅人が2着、そして3着には3レーンの濱谷賢秀がつきました。